いや、レーザービームかな。レーザーキャノンです。あ、大ジャンプしようかだ。え、今すジャンプしようかということは。レーザーするしかないじゃん。でもこれは右利き使って穴を避ける。
防水の方がいいな。じゃあ防水下ジャンプ右利き防水つけよう。なんかレーザー左右に打つような技あるのか。使えない。右あ左。よし。
縦に消していった使えないのか。レーザーも使えない。選択肢を逆に狭まるのか。なんだこれ、この一個クソ穴。こいつ取っとかないとダメか。うざいな。どうしよう。
コスト60で。帰るんだけど、ここで絶対左利きが必要やん。左利きが必要じゃこれやな。ここどうするんだ。ここどうする。あれ、ジャ
ダメか。ここ行きが内回りじゃないとダメってことか。でも穴があるから内回りできないから、外回りさせてこう上に回らせていくと考えると、外回りルートはない。広すぎ。このゲームマウスで作って、いや、レーザーは確定、おそらくハイジャンプに確定。最初のルートはまあ下でしょう。こう下向きレーザーだ。ハイジャンプっていうか逆順にやっていくしかねえなこれ。あ、これは確定。おそらく反対方向に確定だ。レーザーぶっ放したのはどうするか。
違う縦レーザー作るのか。で、だけど、何個かある。ゴミがある。ゴミがあるってことは、ここは下向きに通ってくる。ここは下向きに通ってくるってことは、下向きに通ってくるってことは、おそらくここは右で、下でジャンプジャンプジャンということは、不思議なルートだな。下に行って、右に行って、あ、これ、最後。あ、これ一回ですね。使い捨てにして。ジャンプ、ジャンプ。戻ってきて、2周目をどうするかな。無理やり行くか。使い捨てジャンプ。あ、ここ死ぬわ。ちょ、まずい。計画はパーとすると、こっちスタートか。できて戻って戻って切ってみるか。
こいつをどうやって取ればいいんだ。ほーほーほー、どうなってんだ。どうやって取るんだ。下からか、そいつは下からか。下からいけんのか。ルンガがピョンピョンするんじゃ。大変じゃん。何ルンバかな。おっと、いやらしい、いやらしい、いやらしい。あ、いやらしい、なにこれ、いやらしい、あら、いやらしい。このためだけに、この一個のためだけにスキル使うのか。上に抜ければいいのか。そんなルートになる。どうなんだ。ジャンプか。いやでもこれ心ぴょんぴょんしちゃうぞ、心ぴょんぴょんしちゃうぞ、心ぴょんぴょんしちゃうぞ、心ぴょんぴょんしちゃうぞ。これが取れない、この一個が取れない。コストは足りそうだから、あ、ジャンプがある。あ、いや、ジャンプは1回する。再生するのがいいか。はあ、よくできてる。多分クリアできた。ルンバがピョンピョンするんじゃ。あれあれあれ、ここジャンプできなくね。ここの時点でちょんぼ。いや、まあしょうがない、無理やり直そう。
だかぴょんぴょんするんじゃ。舌がないんだが、舌がないんだが、どこ消えた？舌がないんだが、こいつ使い捨てじゃダメじゃん。アゲイン。あ、待って、あ、待って、乗った？あれ？あれ？使い捨てにしないと二度目が通れなくて、ね、ピョンピョンするな。あ、ピョンピョンしちゃった。あれ？これ無理じゃね？ここまで来て計画が狂った。ミシージはやってるよ。確かに。ミシージってあの破壊するゲームでしょ。物理演算城破壊ゲームでしょ。あれなんかこれ今気づいたけどまだちっちゃくね。心がぴょんぴょんするんじゃ。帰りルートを変えればいいんだよな。帰りルートを変えればいいんだから、いやこれそもそも根本的に無理だな。ルート変えよう。あ、いやでも待ってよ、行かないと。下行って下行って下行って右行ってジャンプ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 まっすぐ行ってジャンプ行って、あ、そっか、この1個あんのか。まあいいや、とりあえずでこっちを
てから、うん、ここにも一個あんのか。これどうやって取るかな。最悪レーザーで消し飛ばしまであるな、これ作り直して。もう一個、あ、そっか、あ、しまった、レーザーキャノンも絶対使うのか。よいしょっと。あ、レーザーキャノン絶対使うのか。じゃあ、ここレーザーキャノンしちゃう。レーザーキャノンしちゃうってことは、ここを取る必要なかった。ジャンプ。ぴょんぴょん。マチ。アンダエルフリシ。今どうなった？結局帰りがむずいのか。こっち側からの帰りがまずこっちの。これしかない。そう。9時になってしまった。うんうんうん、いや、下ですよ。下けど
よし、いけた。よかった、間に合った。とりあえず8面までクリア。はい、ということで、このまま赤小石やっちゃおうかな。はい、ということで、こんばんは。このままかい。7日目にしてないし。7日目。インストールしてない。はい、ということで、雪小石この作品はだいぶ前にほぼ完成版みたいなのをプレイして、わりかしそのままだったんだよね。なんかその後にもちまちま出てたらしいけど、でなんか今回システム若干リメイクの完成版が出たということで、やっていきたいと思います。セットアップ配信どうしたらいいんだ。これこのままぶっ込めば、はじめにお読みください。接触石を好きなところにヌプヌプしてください。はい、はい、インストール完了しました。要はね、ルンバでかなり体力消耗してるんで、割と短めだと思います。そっちかよ。もしかしたらこう短めと言いつつ、こうちょっとやってまたルンバを再開するかも。
解像度でかくしよう。攻撃中断と低速だけ気にとけでしょうか。損失敵と パイタッチ忘れてた。もうエッチうろろ点々のエッチ。はい、遥かなる遠方最果ての大地、人の生存を阻む極寒の環境、拒むか。大地の父と称される古の知識ある市民ランニングはこの地を人間の故郷とすべく霊気を醸し、人々の生活を何ここは長かったね。そしてその瞬間くつのように魔法をつけて、ジャンセンフロッシュッと。運命の勝利を早く真打を吸い上げまる。ということで、いい話だな。チュートリアル。敵選択はないんです。ようやく来やがったか。なんかあれなんだっけ、あれの音がした、出てこない、音量の音がした音量の音がしたってもうなんか嫌ないかな。何かする普段を音量普段は青、低速用中赤のゲージが溜まるみたいだ。破壊活動中に敵弾に化すると色に落ちて、
でっかい発動するね。ちょっと。あ、あ、もう一回押す。変速が赤っていうのがなんか個人的に紛らわしいな。なんか低速を使わないといけないのか。逆の方が良かったな。これなんかキャラによって逆になったりしないかな。これどっちかがどっちだと逆っていう。あ、でもなんかこっちはボ青、あ、ボムがたまになくて、は機動力が若干低い、機動力は高い、機動力が高い、ノーマル、文字の解像度が低くて読めない。高解像度の赤小石、赤小石リメイクが必要、完全版が必要。今ね、これ元は640×480みたいで、今、拡大表示しています。1200。倍拡大表示。ポニコ。暗い。青が溜まりやすいから宝石色に特性を使うならば、愛され系チブス。ボボ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 。効果音が気になってしょうがない。ポロリン。なんか俺昔さ、殺生石のさ、システムにかなり文句は言ってて、記憶があるんだけど、正直ね、違いをね、覚えてない。申し訳ないが、違いを覚えてないから。なんかね、システムに手を加えたとは聞いたんだけど、
何を、もうだいぶ前のことで何をどう変わったのか。脅威とかよく分かってない。あ、す、あ、これは覚えてる。後ろから襲われるの覚えてる。ナナポさん、カジュアルなぶっぱげ大好き。結界の、まあ結界でしばき倒してもいいけど、まあボムってもダメ、ボムっつうか結界、結界攻撃でもダメージ通るから。即即仏法するから全然たまらないっていう。あまりボムを貯めてもさ、ボムを使う機会があんまりない。ライフを稼ぐ。食らってしまった。ティロリン車。これ何やったの？若干コメントによそ見をしてたんだけど何やったの？これさ、ゲージが少なくなってから結界攻撃すると攻撃範囲が狭くなるって書いてあった気がするけど、なんかそんな感じがしないんだよね。なんか普通に強い気がするのかな。これ撃ったら死ぬんじゃないかな。あ、おっと、いや、若干持ちいなかった。しまった。死ねえ。接触席の変更部分を聞いてみよう。何が変わったの？変わったのは間違いないと思うな。変わったって言ってたから俺の聞き間違いじゃない。残機回復したいな。しかしこれさ、あのやっぱさ、あのかするゲーム、かするゲームなのに、あのゴムがたまりやすいってさ、いや弾をかするゲームなのに弾消しがたまりやすいってさ、あまりメリット感じないよね、こっちの方高速移動で選んだけど。床でキモい。
しまった。ボム溜まりきちゃった。このゲームさ、ボムいらない気がするんだよね。右側はさ、もうさ、完成版って言ってるのに文句をつける。右側はボムじゃなくて、ショットパワーとかにするとさ、残機を増やすかショットパワーを増やすかみたいな選択肢があって面白かった。なんかね、ボムなくてもね、あ、これが普通に強いかな。ボムっていうか玉消しか。玉消しでも使ってみるか。なるほど。結晶出るんだね。あ、なるほどね。敵弾がいっぱい出たら、わざとぶっ放して、これで、ゲージを稼ぐってことができるのか。なるほどね。なら必要だ。まあ、こういうとこでぶっ放して、適当にぶっ放して稼いで、殺した。ベロニカちゃん。難易度もテンポもいいね。あ、なんか残機はいつの間にか一番上だ。あ、左側ってボスを救出したかどうか。アライブなんとかって今さら。これゲージたまんの早えな。青がたまりやすい子だからなんだろう。結界中でこういうのを遊んでるのか。あ、やらかした。
がにごめんまで来ると激アツよ。ボボボボボ。あお。ボボ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 。やばい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 、集中力切れてる。ゲージをください。地味に攻撃うざいな。使おうか。こいつの弾全体的に嫌いだ。無理。これが来たら結界打てた。これ次弾のか。ここ無連。あ、ちょ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 、そういう話は聞いてない。そう、ごめんまではチュートリアルだった。くわくわ、これさ、いや、これわかんねえって。これそれはちょっとえげつないと思います。いつ来るの、いつ来るの。あ、もう、なんだなんだ、くはー、なにこれ。刺さった、あ、残機ねえ。あー、早かった。コンテに、あ、それをしよう、コンテにした。ごめんまではチュートリアルだったか。急に難易度上がったのは、なんか4面まではぬるゲーだなと思ってたに。俺あのさ、あの長い球見えないな。俺の視界に入らない。やめようぜ、そういう、うねる攻撃やめていくから。最終章。あれ？なんかラスボス雰囲気だった、実は。
でもなんかさ、あ、違う、これが最終章。5面かって今6面になったのか。あ、結果コンティニューになっちゃった。壊しちゃったよ。あれ、クリアした。あ、あれ強いと思ったらラスボスだったのか。そりゃ強いわ。あ、なんか、さっくりよかったな。本来コンティニューしなければあそこで新ボスか。そこまでです。サービスシーン。あ、これ非アクティブになると進まないよ、もしかして。エンディングは長いゲームだ。これさ、俺さ、思いっきりエンディング流してるけどいいのかな。でもコンティニューしたからどうせバッドエンドだよね。でもバッドエンドにしても長いな。なんか新エンドっぽい流れなのかな、これ。でも最後の最終章でなんかさ、心臓ぶっ壊し、心臓みたいなのぶっ壊して終わったから、どうなんだろうな、どうなんだろうな。ちょっと開発者、開発者はどうなの、開発者エンディング見せていいの？このおっぱいエンディング、おっぱいエンディング見せていいの？俺なんかさ、コンティニューしたからどうせノーマルエンドかなと思ったけど、なんか話が長いんだよね。一応こう見えても、こう、ね、私はこう、配慮を持つプレイヤー。いいよ、配慮を持った配信だから見せちゃダメだったから。俺さ、全く話がこれついていけてないんだけど、多分ね、これ最初に見ちゃいけないエンディングだと思うんだ、おそらく。でも俺コンティニューしてるんだよ。コンティニューしてても OK っていうのあるのかな。
でも魔法器にその正気を封印すればドヤ。おそらくエンディング集があるはず。あ、すげえある。1個ぐらい見せたところで平気だったね。エンディング A プラス A プラス A A B B C C C バイ C ナイ。あー、なるほどね。じゃこれ最後のあの最終章でこうぶっ壊さなかったらこうもう一個ね。最終ボスを撃破する。あ、お面がやっぱ最終ボスだな。結界を使わずにステージクリアする。これエンディング、これあのこれちょっとエンディングマジ吉やろこれ。あ、もう一人ってことか。あ、最後の分岐じゃないわこれ。 AA はあれか、キャラ別エンドか。じゃ C マイナー CBAA プラスか。 1,2,3,4,5 5×10 プラス全ての実績か。このね、ということで、殺生石でした。なんか短いけど今日は配信が配信が今日は短い気がするけど、なんかね、結構俺昔このゲームね、あの文句というかね、イチャモンを結構つけた記憶があるんだけど、結構いいと思うよ。あのちょっと最初はちょっとあのボムいるのって感じなぬるさだったけど、ラスボス強かったしね。ラスボス強かったし、あのこうぶっぱ具合が結構楽しい。ルンバする？ルンバ見たい？ルンバ見たい？待って、このシューティングは見てないのよ。じゃあね、じゃあ明日はじゃあ途中からあんまりこうね、また体験版だからって言うんでちょこちょこっとしかなんか途中からやってなかったリーザルオペレーション、これ予行集だね。こう長そうなんだけど、キャラを育てながら広い世界を冒険する、そんなシューティングがあってもいいじゃないか。長そうだねこれは。これちょっと待って、長丁場になりそうだね。まあ、いっか。あとで、明日やりましょう、リーサルオペレーション。じゃあ、では、なんか、ルンバ見たい？その前にちょっと俺ね、トイレ行きたいね。おしっこ漏れそう。最後まで無理だと思います。
はい、ということで、みんな大好き、またルンバに帰ってまいりました。本当にルンバ枠でいいのこれ。まあ、俺もどっちかっていうと、俺も、中途半端に終わったからクリアしたいとこなんだけど、初めまで終わっても。あと、このね、この難易度で、あと2個がどんだけ難しいのっていう。なんかシンプルで簡単そうじゃない？この最後の一個のハテナハテナハテナ日。左上これ途中から来た人も殺生石持ってんじゃんルンバしてんじゃんだよねシューティングじゃねえじゃねえかさてとりあえずこの左下の1個を取るにはまあ左利きかあ右利きでもいいのか右利きか左利き右利きでもいいのかするとしてみなくてよこれ最初の部屋から難くないかもう決め打ちしちゃうか右利きあ、いつもジャンキーか。ジャンキー使いですね。じゃあダメだ。はい、ジャンプだ。どうやって帰ってくるんだ。
どうやって帰るんだ、どうやって帰るんだこれどうやって帰るんだ